今回は装具療法のシリーズとして生活用装具としての単回装具の種類についてご紹介したいと思います。まあ、この下肢の装具の目的なんですが、まあ、治療用装具と生活用装具に分かれます。で、まあ、単回装具というのは主に生活用装具ですね。まあ、そちらに位置づけされるものかなというふうに考えています。まあ、この単回装具なんですが、まあ、大きく3つに分けることができます。まあ、一つがこちら金属支柱付きの単回装具、そしてこちらは継ぎ手付きのプラスチック単回装具、そしてこちらが集本式のプラスチック単回装具、まあ、この3つに分けることができます。で、まあ、こちらが金属支柱付きの単回装具なんですが、こちらは文字通りこの硬い部をプラスチックで固定するのではなくて、この金属の支柱ですね、まあ、それで固定することによって膝折れや旋足を調整することができます。この調整する機能としてはこちらですね、まあ、こちらのダブルクレンザックということになるんですが、まあ、こちら前方も後方も角度が調整するような機能になっています。まあ、これによって低屈位背屈位の正動というふうな表現になるんですが、まあ、背屈角度であったり低屈角度を、まあ、こちらのネジを調整することによって、まあ、角度を調整するということになります。はい。まあ、ですので、一般的にはこの膝折れや、あとは旋足ですね。まあ、それがこう強く出るときには、まあ、こちらの支柱付きで、まあ、強固に固定して調整を行うというものになります。で、まあ、こちらをいきなり、まあ、処方するというよりかは、聴解装具からの流れですね。まあ、聴解装具を作成しておいて、まあ、大腿部分を取り外して、まあ、こちらを使用するという流れが一般的かと思います。まあ、次にこちらが継ぎ手付きのプラスチック単回装具と呼ばれるものになります。まあ、この継ぎ手というのがまあこちらですね。まあ、この側関節にまあ継ぎ手というものがついてあるものがこちらになります。で、まあ、この継ぎ手の種類によってまあ玉落型であったり、まあ、それ以外のまあ商品名ですねで呼ばれることもあります。で、こちらの絵はまあ玉落型の継ぎ手付きのプラスチック単回装具になります。で、まあ、こちらの単回装具なんですが、まあ、継ぎ手、まあ、こちらの部分ですね。この継ぎ手によって側関節の背屈が可能となって、後面の部分では低屈を制動するということになります。まあ、この低屈の時にはこちらでまあ止まりますし、背屈の時には可動性が得られるというものになります。まあ、そしてこの継ぎ手の部分がある程度剛性がありますので、まあ、この背屈に対してある程度こう強さがあるというようなものになります。まあ、ですので、まあ、膝折れがある程度コントロールできていて、まあ、あとは歩行の補助として使用する単回装具としては、この継ぎ手付きのプラスチック単回装具がまあ一般的な形になります。まあ、次にこちら集本式のプラスチック単回装具なんですが、はい、まあ、こちらの集本ブレースと呼ばれるものは、まあ、側関節が固定されるために、まあ、側関節の拘縮を生じやすいと言われています。まあ、要するにこの部分ですね、まあ、側関節が、まあ、継ぎ手がなくてこう固定した状態になりますので、まあ、この側関節の部分が、まあ、硬くなりやすいというふうに言われています。まあ、ですので、通常は側関節の可動性を維持することができる、先ほどご紹介した、まあ、玉落型の単回装具の選択が、まあ、第一選択肢であるというふうに言われています。まあ、ではこの集本ブレースがどのような時に処方されるのかということなんですが、まあ、結構リハビリ室ですね、まあ、それで見かけることが多いかと思うんですが、まあ、要するにまあ生活用装具というよりかは、まあ、治療用装具としてまあリハビリの時に使われることが多いかなというふうに考えています。まあ、要するにまあ既製品としてまあリハビリ室に置いてあって、まあ、ある程度この集本式のブレースを装着して、まあ、膝折れの程度ですとか、まあ、リスのアライメントを確認して、まあ、この単回装具でいいのか、もしくはさらに上の聴解装具の方がいいのかを、まあ、判断したりするときに使用したりします。まあ、あとはどうしても先ほどのこの玉落型ですね、まあ、これでこう膝折れを生じてしまうときには、まあ、こちらの方がまあ膝折れは起きにくいというのがありますので、まあ、こちらを処方することもあるかと思います。まあ、ただ歩行でこの集本ブレースを使うときには、まあ、歩様がまあ少し崩れますので、まあ、その点は注意が必要です。まあ、ですので、まあ、こちらの、まあ、玉落型の単回装具で膝折れが、まあ、コントロールできないときには、まあ、こちらですね、金属支柱付きの単回装具である程度側関節をコントロールするのも一つの手段かなというふうに考えています。まあ、やはりこちらの特徴としては、
まあ、こちらまあダブルクレーンザックです。まあ、速関節の底屈と背屈の角度をまあ細かく調整できるというのがまあ最大の利点で、まあ、歩行の歩様の改善にもつながりやすいというので、まあ、こちらの金属支柱付きの単回装具のこのダブルクレーンザック型ですね、まあ、これは個人的にまあいいのかなというふうに考えています。まあ、ですのでこちらのシューホンブレースなんですが、まあ、もう一つのまあ目的としては、まあ、介助量の軽減ですね。まあ、そういった時にまあ使用すると、まあ、比較的効果的かなというふうに考えています。まあ、要するにまあ線足位やまあわずかな膝折れですね、はい、まあ、そういったものがあると車椅子への異常の時の介助量ですね、まあ、それが増大しますので、まあ、歩行はできないんですが、まあ、介助者へのまあ負担の軽減にはつながるという意味で、まあ、このシューホンブレースを処方されることもあるかと思います。まあ、このようにまあ言い方を変えると、まあ、生活用装具というのは、まあ、本人のためと、あとはまあ介助者のためですね、まあ、そういった目的でも使用されることがあるということも言えるかなというふうに考えています。まあ、今回は単回装具についてご紹介しました。はい、今回は以上になります。